嫁は、義両親を敬うものだとうと、常日頃からうるさい、車で2時間ほどの別居止め。やれ旅行に連れて行けだの、食事に連れて行けだの。でも、一切金を出さない。それどころか、嫁はどうの、早く孫産めとう、我が家のことにやたらと口を出す。口は出すけど、金は出さない典型の止め。しかも、自分のだら加減は棚にあげっぱなし。旦那やうとが閉めても、嫁子さんのためを思ってのことなのに。とお決まりのセリフ。先月末にも、旅行に連れて行けと、遠回しに催促の電話。スルーもいい加減鬱陶しいので、ここで以前読んだ、ドキュン返しを決行することにした。止めたくに、旅行チケットを書き留めて送った。チケットが到着した日に電話があり。やっと、嫁子さんも、嫁ってものが分かってきたのね。まあ、今週末は楽しみにしてるわ。それに、旅行は、人数が多い方が楽しいのよ。と、ありがとうの一言もない。相変わらず失礼な人だ。でもまあいい。同じく、大留宅にもチケットを送った。大留一人では心配なので、同居しているうと姉も誘った。うと姉は、え?私もいいの?と戸惑っていたものの、参加が決定。もちろん私たち夫婦も参加。とめを観察するためにね。だらとめは、きっちりしている大とめと、さらにきっちりしているうと姉が大の苦手。うと姉の旦那さんが、不慮の事故で亡くなり、子連れで実家に戻ったこともあり、とめは同居を免れている。うとには旦那が根回し。母さんが人数が多い方がいいって言うからさ、ばあちゃんとおばさんも誘った。このことは、母さんには内緒にしておいてほしい。現地に行ってからびっくりさせたいし。それから、部屋は、親父たちとばあちゃんたちは一緒でいいかな、と。うとは、単純に、みんなで旅行、楽しい。くらいの考えで。おう、一緒の部屋でいいぞ。父さんと嫁子さんが一緒の部屋ってわけにはいかんからな。母さん、とめとばあちゃんたちなら同じ女同士だから問題ないだろ。とありがたいお返事。旅行当日は、うとめ、大とめとうと姉、私たち夫婦がそれぞれ現地へ集合。まず私たち夫婦が到着し、続いて大とめとうと姉が到着。遅れること1時間ほどでうとめが到着。部屋に通されて、呆然とするとめと、満面の笑みのうと。その後、私たちは、部屋へ戻り、温泉を楽しみ、お楽しみの夕食。6人で個室に案内され、海の幸三昧。さすがに、とめの嫌味攻撃もなく、とっても美味しくいただきました。大とめは終始ご機嫌。可愛がっている孫から旅行の招待。嬉しいね。息子夫婦は何もしてくれないのに、孫たちが、うと姉まで一緒に招待してくれて。長生きするもんだね。と言ってくれた。うと、苦笑いも、酒が入って機嫌は上々。大留さん、ごめん。違うんだ、利用しちまったんだよ。留は、その後、私たちの部屋へ来て文句垂れ三昧。大留さんたちが来るなんて、聞いてなかった。家族旅行なのに。だって、すかさず旦那が。え?俺たちとお袋たちが家族なら、ばあちゃんたちとお袋も当然家族だろ?それに、旅行は人数が多い方が楽しいっていつも言ってるだろ。招待してるのに文句ばっかり言うなら、今後一切旅行とかしないからな。思いがけず、愛しの息子たんから反撃を食らい、しょぼくれながら部屋へ帰って行きました。翌日の朝食は部屋食。朝風呂後、夫婦水入らずでの朝食は美味しかった。うとめの部屋はどうだったかなんて、どうでもよくなってたよ。旅行後は、とめからの電話も今のところなく、平穏な日々を送っています。